します。はいっす。はいっす。いやいやいや。遠いところはわざわざ来ていただいてありがとうございます。ね、今日また週末なんてね、もうボートが次から次へともう沖へ出て、もう琵琶湖いっぱいになってるんで、もうとりあえずね、詳しいことは湖に出てから話しますんで、もうとりあえず早く乗ってください。行きましょう。行こう行こう。さあ今日はね、無理言って来ていただいたのはワームなんですよ。ワーム、ういこれゲットネットというブランドから出る新しいワーム、ジャスターホックです。これをちょっと見ていただきたいと思ってね、呼びました。そうです、ね、まあね、これに関してのことはね、後でゆっくりじっくりお話しさせてもらうんでね、とりあえずもうね、早く湖に出てもう釣りたいというか、もうポイント来ちゃってるんでね、釣りたいんで、とりあえずもう釣りしますしね。ちょっとまずリグりますわ。まずテキサスリグからいきます。これ今ね、オーナーのね、カルティバから出てるツイストロックという非常にキープ力の高いフックなんですけどね、これの3-0というか、まあこの3-0でバランスを取ってこのワームを実作ったんですよね。よし、完成。ね、ちょうど今6月入る前ってとこでね、アフタースポーン、スポーンから回復した魚がどんどんベイトフィッシュを追っかけて沖合に出てるんですよね。でその沖合にあるウィードのパッチですね、ウィードがボコボコってなってるとこ、まだでも水面までは来てないんですよ。でその横でサスペンドしてるバスを今から狙います。だベースはハネラバやったんですね。それがまあ跳ねラバーだけじゃなくて、まあ今回ね、テストサンプルいろいろ春からずっと使ってきたら、まあテキサスでも釣れるわ、インウィードヘッド、シェイキータイプのジグヘッドでも釣れるわ。で僕はね、あんまり想定してへんかったリグがあって、そのリグが逆にすごい強烈な今結果を出し始めたから、ちょっと作った本人びっくりしてるんですよね。そのリグ知りたいでしょ。普通のリグなんやけどね、それはまたちょっと後で。実際まあね、今んとこまだね、朝頑張って早く出ましたけど、釣れてる釣れてへんよりノーバイトです。生命感ゼロですからね、怖いですね。今の琵琶湖はもう20年ぐらい釣りしてるんですけどね、こんなことこういう風になるんですよね、油断すると。まあ今ずっとウィードの状態とかベイトを見てるからね、これからですけど、ね、今ちょっと知ってる子が釣りしてたんで、ちょっと状況聞いてみますわ。どうや釣れっけ、もう今日何匹釣れたん。55クラス3つですね。聞きましたかこれ。3本で8キロぐらいあります。ただ始めて1時間ぐらいなんですけど。そうだって俺ノーバイトやしな。もう困るわ。ちょっと教えてよ。魚ちょっと見せてよ、ほんだら。おお、すごい。おお。おお。おお。ちょっと。すごい。ジャスターホグのヘビダンスね。7グラムです。で、スキニーリップの3-0、ね。あ、オーナーのスキニーリップ3-0、はい。あれ、先週60釣ったやつもな。そ、はい。それもそれ。それです。やっぱ姿勢が。はい、なるほどね。ヘビダンのステイ中ですね。ずるずる引いてきてステイ中。ね、それジャスターホグ浮くもんね。そうですね。水平で浮く。ポコ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 。めちゃくちゃ効きますね。はあ。
かしいね。秘密のリグっていうのはこれのことですか。はい、もうこの段、あのヘビ段ですね。もともとね、僕そんな言うほどヘビ段使うタイプじゃなかったから、あんまり想定してへんかったけど、まあヘビ段に使うとまあすごい動きが出てびっくりして、でそれをね、逆にそのヘビ段の得意なその彼黒田くんが、まあたまたま僕一本あげたんですよ。僕の使い古しを工場でおった時に、これちょっと今回作ったから使ってみろよって。ほんだらヘビ段でもボコボコ、もう来るやつが全部でかい、55、56、58、ほんで挙句の果てに先週60釣りましたと。作った本人がまだ何も60釣ってへんのに、さっき行かれてちゃって、それがもう全部ヘビ段。ほんでヘビ段で水中姿勢を見てみたら、まあなるほどねって感じで。ほんまノー感じやわ。あー離しおった。チビや。全然どこ行っても反応がありません。怖いね、ほんまにもう。そんな大きないけど一応オッケーやろ。おお。さあやってもうた。なんとか綺麗なバスですね、はい、ジャスターホックで、カルティバのツイストロックの30ね。とりあえず今日も一日やりきりました。今日はね、とりあえずもう2週間ぶりの琵琶湖で状況非常に良くない、情報はある程度得てたんですけど、ほんまに良くないです。かなり難しいですね。でその中でとりあえずもうサイズ一本勝負ということで、まあ、でかいのでかいのって狙ってたんですけど、まあ40後半が1本で、同サイズバラシ、あとバイトが 2、3回あっただけ、かなり渋かったですね。まあそういう状況を踏まえて、とりあえず明日日曜日2日目、まあできるだけやっぱりサイズ狙いで、とりあえず明日もね、頑張りますわ。